緊急借金8からの脱却戦中日が残り53試合で地獄からの生還を目指す柳と中田の覚醒が球団の運命を左右する21日中日14巨人バンテリン今季最多の借金8を抱えたまま迎える救援ブレイク2012年以降5割以上で中休みを迎えたことは一度もないしかもターンや折り返しと記載しても 実際にはすでに半分は過ぎている。90試合。つまり、残りは53試合。目標は下方修正せざるを得ない。どうにか借金を完済する。それで満足できるのかもしれないが、それでも31勝22敗が求められる。この11年間で前半戦の借金を後半戦で返済したのは一度だけだ。それは与田監督が指揮した2次点のこと。 コロナ災いで救援自体が開催されなかったため、その年だけはシーズン120試合を半分とみなして考えている。26勝30敗4分けで文字通り折り返し、後半は34勝25敗1分け、クライマックスシリーズ、CS も中止が決まっており、他球団は翌年を見越した起用をしていたが、中日は勝ちにこだわり、賛美に滑り込んだ、そこに意義はあるのかという声は当時からあったが。 それでもいいじゃないかというチームの一体感は今でも記憶に残っている。残り試合数はその年よりも少なくなっていますが、4年前に達成したことが今期でも可能だと私は信じています。しかし、そのためには投打の中心選手が不可欠です。投手は柳選手、打者は中田選手。この2人こそ、原点回帰の象徴です。開幕投手と開幕4番として、チームを引っ張っていくことが求められます。 自分の立場を考えると、僕は一番下だと感じています。それゆえ、できることはすべてやっているつもりですし、上に上がった時にはそれをやるしかないと思っています。今季の柳選手は4勝4敗、防御率3、41、期待が大きかった分、物足りなさを感じますが、故障ではありません。6月16日のロッテ戦、ZOZO をマリンで4敗目を喫した後、 2軍で再調整をを続けていますこちらでででは3 3試合で3勝防御率186記録2軍で抑えた球が1軍でも通用するかどうかはわからないと苦しみながらも結果を出し続け再び呼ばれる日を待っています高橋宏がチームの中心そのバックを小笠原と柳が支え松葉と梅津が勝利を重ねるリリーフ陣は安定しており中田を中心に援護力を強化する 31勝22敗、理論上の数字だと理解しているが、それで B クラスに終わるなら納得がいく。ネット上の反応、ボールスター前の11試合で借金を返済し、5割で終えるチャンスがあったのに、結局は借金8を抱えたまま逆噴射で終わってしまった。広島に3連勝して良い流れで、前半戦最後の連戦に突入したものの、最終的にはこうなったのは。 広島に3連勝した後の d n a 戦で3連敗したことが大きいあの時点で1試合でも勝っていれば流れはもう少し変わっていたかもしれない後半戦で巻き返すためには連勝が途切れた次の試合で絶対に勝ち切ることが重要だ連勝すると必ず連敗してしまう体質を改善しない限り上位にはなかなか上がれないそのためには選手ではなく立浪監督がキーマンだ 腹をを決めてメンバーをある程度固定し戦うべきだ力不足や経験不足の選手が多いのは明らかなので、監督の仕事はそうした選手たちのモチベーションを高め、自信を持たせ、適材適所で戦う環境を整えることです。しかし、一貫性のない起用や頻繁な打順、ポジション変更が選手の落ち着きを奪い、モチベーションを低下させ、自信を失わせています。 柳と中田が安定していても、いくつかの試合は勝てるでしょうが、全体としては負け越すのは素人でもわかります。それよりも、悪い雰囲気が原因で選手が調子を崩したり、怪我をすることの方が心配です。中日戦視聴率が崩壊、名古屋のテレビ局が大混乱、立波監督の逆襲がチームを救うか、この日も中田のソロホームランで上げた1点だけで、得点力不足は変わらず。 試合後の立浪和義監督54はここ数年チャンスの場面で力みすぎてボール球に手を出してしまう傾向があるが前半戦の大きな反省点だと厳しい表情で語りました混戦から脱落の危機が迫る中名古屋のテレビ局にも重苦しい雰囲気が広がってきた4月には8年ぶりに単独首位に立ち中日戦は軒並み高視聴率を記録5月7日の中日 巨人戦では今季最高の平均世帯視聴率13.4%、平均個人視聴率7.9%を達成した。しかし、チームの低迷とともに視聴率も下降。5月28日の中日、西武戦以降、平均世帯視聴率は一桁台が続いている。振り返ってみれば、多くの課題が浮かび上がる。しかし、か 後半戦ではその反省を生かして全力で戦うしかないと立浪監督は逆襲を誓いました。だが、後半戦の初戦は今季4敗1分けと苦しんでいる甲子園での阪神戦から始まるのです。ここ数年、夏になると優勝争いから脱落し、中日戦の視聴率も急落しています。今年もまたダメか、という空気が漂うのが最も困る。 ここからなんとか巻き返してほしいですねと、在名テレビ局関係者が語っています。怒涛の反撃で、名古屋に再びドラゴンズフィーバーを巻き起こせるか。途上の反応、最下位のヤクルトとの昨夜の試合を見てください。ドラゴンズと比べると、チーム力の差があまりにも大きい、選手たちの勝利への意欲や絶対に諦めない姿勢が、ドラゴンズとは雲泥の差です。こうなった原因は立浪監督にあります。 そろそろ上層部の方々も動いてくださいドームが満員なのは辰波監督の人気ではありませんファンは選手たちに期待して試合を見に来ているのです監督が変わればチームも変わるはずです素人目にもスタメンの変更が過剰に感じられますせっかく調子を上げてきた選手をベンチやファームに下げてしまうとその好調を台無しにしてしまう印象があります調子が上がっている選手をベンチスタートさせ 代打で出すと深刻敬遠3割を打っている若手をファームを送り今シーズン無安打の選手を満塁で代打に起用するなどここ数試合の再配には疑問符がつくものが多いですスタメンと守備位置はある程度固定すべきだと思います個人的な意見ですが内野手を外野に外野手を内野に配置するのは疑問です特にカリステを外野に使うと後半に守備固めで交代することがあります それなら最初から外野専門の選手をスタメンに入れ、カリステには一塁を守らせた方が良いと思います。ドームでの観戦は、野球以外にも得点やイベントといったエンタメ要素が豊富なため、チームの不振が数字に現れにくいと個人的に感じています。一方で、テレビ観戦は純粋に野球の内容が問われるため、早くから視聴率が低下している可能性があります。これからは 現地感染の数字も徐々に落ちてくることが予想されます。立浪監督になっても何も変わらない。今年で3年目、そろそろ順位を上げるか、借金生活から抜け出す戦いを期待していたが、残念ながら前半戦を借金8で折り返すというひどい状況。前の2年間と全く同じで、一体この3年間で何をしてきたのか疑問が残るシーズンだ。首位ターンを決めた新人監督と比較して 何が違ったのかを真剣に考えてみてほしい采配の差選手の意識そして負けられない精神が欠けているのではないかと思う